もう少々後ろの方に。ホテルに滞在する謎の男、佐原役、ビートたけしさん、お願いします。こんにちは、渡辺玲です。トミー賞を迎えて殴ってやろうかと思いました。今回の映画は自分のキャリアの中では久々に緊張して、手探りの状態がひどく続いたんですけど、やってみて、いい勉強になったという、それは役者としても監督としてもですが、お世話になりました。ありがとうございました。小説家、清水健二役の西島亮太です。今回、本当に偉大な映画作家のお二人と、現場ご一緒できて、毎日とにかく夢のような日々で、本当に、さっき終わってしまったんですけど、非常に今なんか落ち込んでるところです。キャストの皆さんに質問なんですけれども、クライクイーン前に監督といろいろディスカッションされたということなんですが、ご自身ではどのようにそれぞれ役について取り組んだのか教えてください。事前にもお会いしたり、現場でもかなりいろいろ演技指導があって、どう答えるかっていうのが問題だったんですけど、メイン監督は OK って言って最高って言って終わったかなと思った。もう一回っていうのが最後なので、一体どっちなんだろうという、最後今までいて一番良かった、もう一回撮っとこうっていうと今までで一番良かった。でちょっとあまり指導しなくなりました。僕は作家なんですけども、自分の、才能をどこかこう見失ってしまった男で、なんていうかな、その才能を失った才能をもう一回こう取り戻していくっていう役なんですけども、監督には何本か具体的に、この映画を見てくれっていう、映画の DVD を出されたり、自分の中でもサスペンスの要素もすごく強いので、サスペンスの映画を何本かと、小説もちょっと自分の思い込みでこれは元なんじゃないですかっていう、違うって言われましたけど、監督にはそういうものをなんか読んだりして。メイン監督が台本を変えるのが好きですとおっしゃっていたんですが、監督のそういうどんどん台本が変わっていくという演出放送方法っていうのはいかがでしたでしょうか。本当に確かにこう撮影していくうちにどんどん新しいシーンが増えていって、削られるシーンもあってっていうんで、それはすごく刺激的で、本当にこう気の休まるのない、でもなんていうかな、充実した撮影でした。で実際本当に現場でですね、ウェイン監督が、北野さんに、こういうシーンを撮りたくてこういうことを考えてくれるとどうだろうって質問されて、北野さんがいやこういう例えばアイデアがあるということでどんどん膨らんでいくのを、目の当たりにこうずっと見えたっていうのは本当に僕にとっては、今後のなんかこう俳優人生の財産というか、本当に勉強になりました。いやもう本当に予測不可能な毎日で、だからそういう意味ではいつも以上に常に自分の役が どっちに気持ちが傾いたとしてもぶれないようにすごく考える時間がもう本当に多かった。僕シーンが増えることはあるかと思うんですけど、いらないと思ったシーンはもうその場ですぐに判断してその感じが本当にとても面白いなと思って、いつも柔軟性はあるんですけどすごくこう指摘してくださることが的確なので、本当にすごく面白い刺激的な毎日でした。
12年ぶりの自作以外の映画に主演するにあたってなぜこの役、なぜこの作品を選ばれたのかというのをもう少し深くお伺いしたいと思いますが、なぜ出るかっていうスケジュールがないのと調整になるあとギャラがもらえるって